今日何しに行くんですか。なんか歌いに行きます。どこ行くんですか。ドバイ経由のサウジアラビアですよ。今からなんていうところに行くのは分かってるんですか。サウジアラビアのなんていうところ。リアード。リアード、合ってます、合ってます。じゃ私一番なんかなんていうんでしょう、一緒に行ってくれる人が皆さんしっかりしてそうだから、何もなんか下準備なしに来ちゃってるんですけど。リアドのなんていうの、アニメタウンですよね。あ、別ですか。リアドのなんとかってところにアニメタウンがあるんですか。ちょっと待って、リアドしか知らない。どこですか。リアドシーズン、初めて聞いた。大きなイベントがあって、はい、その中の一つにアニメタウン。あ、アニメタウンが全体じゃないですか。じゃなくてリアドのリアドシーズンっていう大きなイベントがあって、そこの一角がアニメタウンなんですか。そうです。なるほどですって。世界10カ国ぐらいね。10カ国ぐらい来てるんですか。国のパビリオンじゃないけど。日本人って結構いないんですか今回。日本のパフォーマー。そうです、そうです。イベントとしては結構いらっしゃるけど、観覧車はもうがっつり現地の方。すごいですね。何飲んですか。ジョワイン。サウジアラビアお酒飲めないですからね。だから最後に流し込んでいく。発想がおじさんです。寝だめならぬ酒だめです。今日ちゃんと来る前も2食必ずどっちも白米にしてきました。日本食ダメ。日本食ダメ。何時間ぐらいフライトするんですか。12時間ですって。でも 15? トータルね。トータル 15? 1回まず12時間でしょ。はい。でドバイで乗り換えて何でしたっけ乗り換える。トランスジット、合ってるでしょ。当てはずめ。トランジット。トランジット初めて聞いた。トランジットって。はい。猫舌なんですか。いや全然。なんかチーズってね、他の食べ物より熱くなりますよね、油だから。なんないですか。おいしい。12時間フライトして1時間半のトランジットドバイでして、はい、でそこから2時間ぐらいかな。で向こうに着くのが、リヤドの時間でいう朝の8時。でその日の夜から、その日の夜からですよ、ステージ立ちます。なんか時間感覚変わりますね。なんか得した気分になりますね。15時間乗ってんのに着いたら計算できないな。時差は6時間なんでってことですよね。6時間得した感じになります。これ食べるとあれじゃないですか、プールを思い出しません。市民プールめっちゃ食べてますよ、あの辺。海外2回目なんですよ。本当に勝手が分かんない。前は？前は4年生の小学校4年生の3月に中国に4泊5日行きました。あれ1個行ってない。
逃げられた。今回何泊ですか？今回何泊ですか？なんかあれじゃないですか、中国って実際2時間なんですよ。実際が6時間もあると数え方が分かんなくて、5泊なのか、合ってます、合ってます、6泊8日ですって。行く足りなかった。すごいですね、人多いね、笑いますね。もう今回でもね、ステージで多少ね、英語なり、はい、アラビア語なのか、はい、練習してきました、してきました。ミサオルヘイルイスミルリアナヤブニ。今のこんばんは。竹のルリって言うと長いかなと思ってルリにしました。ルリです、私は日本から来ました。英語、Good evening everyone, my name is Ruri Takeno, I'm from Japan. Let's have fun this stage. I'm folk singer. I have been learning to Japanese traditional song since I was 40 years old. Saudi Arabia, let's go!